41歳ペペさん、投入直後の26歳を気迫のディフェンスで止めてしまう。ペペ待機がむしびれたわ。41歳ペペが投入直後のチュラムに走りで勝つの怖すぎ。体力満タンのチュラムに並走できるの化け物すぎて草。油が乗った26歳チュラムのドリブルを止める41歳ペペ。ペペだからチュラムはこの選択をしたけど、結局ペペが止めちゃうのが頭バブル。マジすごいわペペは。チュラムお父さん譲りでフィジカルモンスターなのによく止められるものだわ。レアルでやってこれた理由がしっかりわかる。ペペ半端ないって。あの年齢のお父さんが急に脱出したら周りの人たちは肉離れ心配するのに、ペペは終盤の苦しい時間帯に長い距離のスピード勝負を圧巻のスプリントを見せてノーファールで止めてくるもん。そんなのできひんやん、普通。ペペ41歳さんマジで意味わからんかったなおじさん会の希望。今日のペペ見てたら次のワールドカップもしれっとレギュラーにいそう。